昨日訃報が伝えられた俳優の西田敏行さん。2008年には人気映画シリーズ釣りバカ日誌の撮影で佐伯市を訪れていました。あまりにも突然だったためにですね、大変驚いております。はい、こう語るのは佐伯市役所の成松茂雄さんです。当時市は釣りバカ支援室という部署を設けていて、成松さんも所属しロケをサポートしていました。西田さんは撮影の合間を縫って集まった人たちとの握手に快く応じるなど、サービス精神が旺盛だったと振り返ります。炊き出しの現場に行ってですね、一軒一軒、地元の方々とですね、触れ合いながら美味しかったよって言って、くれたことがですね、非常に地元の方々とも大変喜んでたことを思い出します。はい、訃報を受け市は鶴見振興局と佐伯城山桜ホールで当時のロケの際に撮影された写真の展示を始めました。